中浜大橋が見えてまいりました。橋の中央部が跳ね上がること
船を通すことができる現役名瀑、日本で最も古い道路可能橋です。1935年に完成した長浜大橋は、戦後に橋全体が赤く塗られたことから、地元では赤橋の愛称で親しまれております。肱川の河口に位置する長浜は、かつてこの赤橋を中心に人や物を積んだ船が行き交う海の玄関として大変栄えた時期がありました。その後、船から鉄道や自動車へと人々の交通手段が変化するにつれて、橋を通る船の数が減っていき、一時は橋の撤去も検討されました。しかし、町のシンボルである橋を守りたいという地元の住民の願いにより、今日まで残されてきました。完成からおよそ80年以上の間、長浜の町とそこに生きる人々を見つめてきた赤橋。2009年には国の近代化産業遺産にも認定され、多くの観光客が訪れています。北灘駅の看板の大寿司側には、金色の龍伝説の
大津を流れる西川に住む龍が人にかけ人間の無情娘と恋に落ちましたが、かなわなかったという悲しい恋の物語が伝わっているそうです。また吉川には九尾の秘密伝説が描かれております。明治時代吉江や藤井の神子が夜な夜なして九尾の秘密の信仰を置いていきましたが、それが霊物を一人に置き合わせたため伊予を大神社に奉納されたというエピソードが残っております。お疲れ様です。